島電気鉄道重軽電車は、島電気鉄道の電車。三重交通や近畿日本鉄道への合併に伴う、海盤、主電動機増設、車体更新などの変遷を経て、最終的にはも、25920系及びも25、25925型となった。当記事では、蒸気形式からの主要機器流用で製造された。 三重交通も5210系電車についても合わせて解説する。1929年の島電気鉄道線開業に備え、同年5月に名古屋の日本車両製造本店で10の15の6両が製造された。島電気鉄道時代に製造された電車は本形式のみである。リベット接合と電気応接によって鉱材、鉱板を組み立てた。 構えからだと、木材による内装や屋根、床などを組み合わせた、13メートル急半構成車体であり、1920年代に、日本車両製造本店が中部から西日本に、かけての地方私鉄各社に供給した小型電車の、標準的な作風を示す。東見鉄道デボ百型は、同型車である。溶接技術の進歩が急ピッチで進みつつあった。 時期の設計であるため、車体外反に露出する、秒頭は外反身などの強度保持上重要な部分に限られ、それ以外は溶接を併用することでスッキリした外観となっている。もっとも窓を加工式としたため、床面から窓の下辺までの高さが 908mm で、腰高な印象を与え、窓そのものも高さ 660mm と背の低い。 物を使用しており、さらにその上下に補強用の帯材を露出して取り付けているため、車体長に比して重厚な印象を与える造形となっている。窓配置は、賢島寄よりに荷物室を置いた 1D6DD1D 及び D1DD6D1 で、客室窓には、戸袋窓も含めて2本の保護棒が設置され、客用扉と荷物室扉は、 幅が 920mm で一段ステップを内蔵しすべて手動荷物室の最大荷重は1.0トンに設定されている。なお、この窓配置が示す通り、戸場より運転台には乗務員扉が設置されていない。また、賢島より運転台と荷物室扉の間の窓は、この時代の日本車両製造、本店製地方施設向け電車の多くで見られた。 楕円窓が設けられ、荷物室扉の戸袋窓と共にすりガラスをはめて、デザイン上のアクセントとしている。つまめんは、緩やかなカーブを描く、丸づまに 700mm 幅の加工窓を3枚、並べた。この当時としては、一般的な構成で、前小刀は、独立した筒型の刀具を、屋根状中央に一気取り付け、尾刀は、つま面車掌台側腰板部に、 丸型パイプを突き刺して、そこに一等を組み込んである。なお、車両番号は、つまめん中央と荷物室扉の戸袋窓、それに、戸場寄り客用扉の戸袋窓、と、それぞれの腰板株の、計6箇所に、ローマン体で表記する。座席は、客用扉間にロングシートを設置する。主電動機主電動機としては、直流直巻補極め付き清流子電動機である。 川崎造船所、K7 から 1003AR を、拡大車の内側軸、つまり第2.3軸に吊り掛け式で増加する。波数比は18,71コール3.94である。制御機長大編成を考慮する必要がないため、簡素な制御機を搭載する。台車台車としては、ボールドウィン A 型を、デッドコピーした、日本車両製造 D-14 を装着する。 これは設計当時私鉄向け電車で一般に広く普及していた蛍光組み立てによる釣り合い量式台車の一つで軸距2000ミリメートル、心皿荷重上限14トンという比較的コンパクトな設計のものである。なお、この軸距からも明らかなように本形式の各部寸法はヤードポンド法ではなくメートル法によって設計されている。 ブレーキ設計当時の地方私鉄電車向け車両で一般的であった手ブレーキと空気ブレーキを搭載する。なお、新造時には連結運転は考慮されておらず、つまめには制御機のジャンパ線やブレーキの空気配管は一切設置されていない。連結機下作用式の柴田式自動連結機を新造時より装着する。終電装置終電装置としては、 一般的な非死枠パンタグラフを、賢島寄りの荷物出場部に一気搭載する。島電気鉄道線開業以来、1969年の、島線改め機、河川電圧昇圧に伴う廃車まで、島電気鉄道、三重交通、三重電気鉄道、近畿日本鉄道の4社で40年以上にわたって、主力車として使用された。ただし、 貨車牽引で出力が不足したため、14.15に、ついては1930年に、主電動機を、第1.4軸に増設、電動機4機搭載に変更している。三重交通、三重電気鉄道時代三重交通発足間もない1948年頃の、モニ552系。近鉄時代には再度この黒っぽい一色塗りに変更されたので、 近鉄時代もこれとほぼ同じ外見だった。戦時統合により、島電気鉄道が三重交通へ合併された際には、島電気鉄道線は、島線と解消され、在籍各車両についても、新と専用車両が500番台に不番されたのに、続けて、以下の通り改版された。戦時中には、資材不足から、ガラスの確保が濃いなんで、松坂線などの車両と、 同様、本形式の各社についても一段加工式の窓の中央に横山を入れて上下に,に分割し小さなガラス板を利用できるようにするなどの涙ぐましい努力が行われた。また、従来は一色塗りであった塗装が戦後は見え交通標準の上半分クリーム、下半分グリーンの明るいツートンカラーに変更された。さらに、黒1 0 0 k の心臓などで 総括制御の必要が生じたことからつまめんにジャンパ線を設置した。三重交通時代の末期には、戦中戦後の国史で疲弊していた車体の更新修繕工事が実施され、この際左下一棟のみ設置されていた微棟を左右二棟に増設。戦後はガラスの入手なんで板で代用される状況が状態化していた荷物室ライン窓の埋め込み、 戸場より運転台への乗務員扉設置などが実施され、窓配置は DD6DDDDD6DD d, DD DD d DD となるなどの変化が生じた。なお、外販では、楕円窓は最終的に完全に埋められたが、荷物室内には楕円窓の跡が最末期まで残されていた。また、一部車両については普及した木製窓枠をアルミサッシに更新する工事が、 実施されている。この間、1959年にはも、2550型も、2551も、2552の2両の主要機器を流用しても、も5210型が製造された。こちらについては、30交通も5210型を参照。近畿日本鉄道時代三重交通から分社された三重、電気鉄道が近畿日本鉄道へ合併された際には、 近畿日本鉄道の車両不断ルールに従い、本形式に属する残存車4両は以下の通り改版された。1969年の島線改め期、昇圧の際には、近鉄も、25920型、も25、25925型については経年を考慮して、打線区への転用は実施されず、他のローカル施設への譲渡も検討されていたが、 実現には至らなかった。そのため4両全車が1970年1月25日までに廃車解体されて形式消滅となっている。賢島をはじめとする島地区の観光開発に合わせて、三重交通しません向けでは最初で最後の垂直、カルダン駆動車であるも5400型も5401が新造されたが、複雑な垂直カルダン駆動装置は、保守が、 難しく、また効果でもあった。そこで、老朽化した在来車の主要機器を流用し、も5400型に準じた、設計の心臓車体と組み合わせることで、純真車を、製造、し線せんのサービス向上を図ることとなった。こうしても5400型に続いて1959年と1960年に、各1両ずつ、合計2両が、以下の通り、 日本車両製造本店で製造された。先行したも5400型と同様に、名古屋鉄道が同時期に日本車両製造本店で製造していた在来車からの機器流用による車体更新車である 3700K に準じた設計が採用されている。このため、窓の上下に補強体の露出しない、ノーシルノーヘッダーの平滑な外観の 張り上げ屋根を備えた順調格構造を全、金属製車体にアルミサッシによる二段上昇式の側窓を並べる、名鉄 3700K を両運転台化したようなデザインにまとめられている。もっとも、心ざらか重上限が14トンの D-14、台車を流用した関係で車体の自重に厳しい、制約があって17メートル急車とすることは難しく、 そのためも5400型と比較して、車体長が1.7メートル短縮されて、車体長15300ミ、mm、リメートルとなり、窓配置も D1D3D1D と、幅1100ミ、mm、リメートルの側窓を一つ減らした構成となっている。本形式はも5400型と同様、側窓は、戸袋窓を含めて、すべて1100ミ、mm、リメートル幅で統一され、 客用扉も 1100mm 幅となっている。ただし、客用扉両脇の吹き寄せ部はも5 4 0 0系の 360mm に、対して、本形式では 350mm と 10mm 縮小されており、また運転室も、基本的な奥行きを 105mm 短縮して、運転台側だけ客席ロングシートの寸法を 110mm。 短縮して奥行きを確保するなど、接客設備に極力影響が出ない範囲で、各部寸法を詰めていることが見て取れる。なお、側窓はアルミサッシによる二段上昇式で、戸袋窓と客用扉窓、それに妻窓は H ゴムによる抗体直結支持方式を採用する。妻面は緩やかな円弧を描く平面形状を備える。 マルズまで中央に貫通路を設置した3枚窓構成となっている。座席は扉間の開閉可能窓の区画に対面配置の固定式、クロスシートを24名分備え、それ以外の側窓部にロングシートを設置するセミクロスシート配置で、天井には5機の扇風機を搭載する。また、通風機はガーランド式で2列4機ずつ。 合計8機が屋根状に搭載されている。全小塔は張り上げ屋根構造の屋根中央に、白熱電球を一組収めた頭具を半ば埋め込まれた状態で取り付ける設計で、ビトはつまめ腰板株の左右に振り分けて、埋め込み式の角形頭具を、各一頭ずつ設置している。塗装は、三重交通の標準色である上半分クリーム、下半分グリーンのツートンカラーである。 前述の通り、も、2550型からの流用によって、主要機器を賄ったため、近代的な車体とは不釣り合いな旧式機器を、搭載する。主電動機主電動機は、川崎造船所、K7 から 1003AR をそのまま、拡大車の内寄り軸に釣り掛け式で走火する。波数比は18,71コール3.94である。 制御機本形式製造の時点でも2550型が搭載していた HL 単位スイッチ式手動加速制御機を搭載する。なお、も5400型も制御機は HL で定格速度が本形式と同じ時速 41km に揃えられていたため収容力は相違するが運用上は同一に取り扱うことが可能である。なお、 発電ブレーキ機能も搭載する。台車主車から流用した日本車両製造 D-14 型台車を装着する。ただし、基礎ブレーキが従来の車体シリンダー式から拡大車にブレーキシリンダーを搭載する台車シリンダー式に変更されたため、台車は側面上部に各車輪に作用させるブレーキシリンダーが露出して搭載され、 D-14 改めと故障する。ブレーキ主車の M3 動弁による自動空気ブレーキが流用されたが基礎ブレーキ装置が台車シリンダー式となったため中継弁が追加され MR ブレーキへ改造されている。終電装置も2550型から転用された非子枠パンタグラフをそのまま搭載する。 連結機こちらもも、2550型から流用された下作用式の、柴田式自動連結機をそのまま搭載する。運用軽量化に努めて、従来よりも、約2.7メートル長い車体を実現した本、形式であるが、特に、ク百ッペ系閉結時にはも5400型に比して、出力不足が否めず、1962年にはも5212、 について、予備部品流用により、主電動機が4機搭載に増強され、当時の三重交通の形式名付与ルールに従い、以下の通り改版された。近鉄合併直前の時期には、合併に向けた準備として塗装が、近鉄一般車標準の丸に一色へ変更され、合併時に以下の改版が行われた。以後、1969年の島千改め機構時に、 伴う、路線運休まではそのまま島線にて使用された。島線改めき後、本形式については、製造年度が新しく、車体の状態も良好であったことから、養老線に転属となった。もっとも、島線が直流7 5 0ボルト電化であった、ことなどから、 本形式もの5960型も主要機器の流用による昇圧が難しく、転用が決定した3両の電動車全車が電装を解除し、運転台も撤去して付随車に改造されることとなった。本形式の改造に伴う改版は以下の通り実施された。この改造の際には工事内容が最小限に止められ、電装品及び運転台機器の撤去、 つまめんの道具類の撤去と屋根の開口部の埋め込み、乗務員扉及び室内運転台扉の閉鎖、それに、ブレーキの営動作弁への変更による AR ブレーキ化などが実施された。そのため、客室座席は、クロスシートがそのまま残され、ロングシート化されなかった。これら2両はさ5 9 6 1さ5 9 3 1とともに、養老線で使用されたが、 同線の車両大型化、近代化に伴い1977年に s 5 9 3 1とともに s 5 9 4 1が、1979年に s 5 9 4 5が廃車された。なお、s 5 9 6 1も1983年に廃車されており、廃車後はいずれも解体されているので全車とも現存しない。ありがとうございます。